どうも、おやっとさーです。入江健です。今回は宮崎県国富町の人気老舗店をご紹介します。あの有名な川越シェフが食べて育ったといわれる名店です。ラーメンめっちゃうまい一杯でした。最後までお楽しみください。東九州自動車道宮崎区間国富インターから車で15分くらいのところにあります宮崎県東諸方郡国富町ちんちゃんラーメンさんにお邪魔します。こちらがしんちゃんラーメンさんのメニューになります。定食メニューや一品メニュー、そしてラーメンメニューがあります。今回この中からチャーシュー麺にトッピングで煮卵をオーダーしました。しばらく待っていると着丼です。さあ、いただきますということで、まずはスープから。よっ、このスープ、うまっ。まろやかで深みのあるコク、全体的にあっさりですがしっかりとした動物系のうまみのあるスープ。スープのベースは豚骨、鶏ガラ、貝地だれのほんのり香ばしい醤油の甘みと、スープとのバランスが取れている奥行きのあるうまいスープ。優しめの口当たりで旨味がじわっと口に広がってくるスープは、スープをすするレンゲの手が止まりません。そんなうまいスープからリフトアップしてできた麺は中太ストレート麺。いや、この麺もうまい。スクエア形状で表面はつるっとした麺、しっかりとしたコシに噛めばもっちりするタイプ。麺自体のうまみを感じながら麺とスープとの相性が良く、しっかりスープを持ち上げ口まで運んできたならば、スープのこの香ばしい風味、うまみが口の中にじわーっと広がるとともに麺のもっちり感を楽しめます。というわけで、このうまい麺をさらに追いかけるようにスープを再度すてき、しんちゃんラーメンさんのこのスープめちゃめちゃうまいよねっていうことを再確認した後はチャーシュー。いや、このチャーシューすげーうまい。程よい肉感と柔らか食感、醤油だれの絶妙な分量なのか、醤油辛すぎなくちょうどいいうまさ。再度このうまいチャーシューを一口パクッといただいたならば、そのチャーシューで麺ともやしを箸で一緒にキャッチして口の中に放り込むと、これがまたうまい。チャーシューのうまみ、ちょうどいい湯がき加減のもやしのシャキシャキ感、そして麺のしこもち食感のうまみが口全体に広がってきます。中盤から終盤に差し掛かってくると、このちょうどいい湯がき加減のもやしが麺にも絡んできて、シャキシャキ食感と麺のもっちり感のハーモニーを口の中で楽しむことができます。このスープのうまさ、そして麺のうまさの絶妙なバランスと相性が良くて、じゃんじゃんずるずると麺をすすっていけば、最後はしっかりスープに漬け込んだ味玉食らっちゃいます。これもうまい。程よい半熟具合でスープとの相性が良く、じわーっと黄身の旨味が口の中に広がってきます。思わずもう一個追いかけるように食べちゃいます。そんなしんちゃんラーメンさんのお店の詳しい情報は動画下の概要欄にありますので、ぜひともチェックしてくださいね。
そして動画の評価ボタンよろしくお願いします。宮崎、鹿児島のラーメン情報を知りたい方はチャンネル登録をお忘れなく。本日も美味しく会員完食です。創業43年、国富町の方々から慣れ親しむ人気店、アットホームな雰囲気のお店に開店同時に入店させていただきましたが、あっという間に席が埋まってしまうぐらいの人気店です。ラーメンめちゃめちゃうまかったです。うまかったです。ごちそうさまでした。